はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回はですね、新しいゲーム、コトダマンというですね、単語を使ったパズル RPG ゲーム、そちらをやっていきたいと思います。結構アップストア見てても評価の高いゲームで、で、少しテストでやってみたんですが、単語の連鎖っていうのがすごくあって、意外な単語もわかるっていうことで勉強にもなるし、すごく単語のつながる爽快感っていうのもあるんで、特に国語好きとかまあたまらない学習を兼ねたパズルゲームだと思ってます。というわけで、普通にクエストモードをやっていきたいと思います。チュートリアルをクリアしてて、ちょっとね、この BGM があんまり好きじゃなかったりするんですよね。BGM 落とせるかな。それは無理っぽいな。友達招待。なんか交換ができたりするみたいですね。で、これはお金を投入して買うというわけで。なるほど。クエスト宿題などで召喚できますというわけか。各種設定かな。BGM 切ってみましょう。ちょっと地味になっちゃいますけど。なんだこの、みんなでっていうのがあるんだ。これって知ってるし、ネットワークでつないで友達じゃなくてもアクセスできるのかな？あれ？なんか止まってる？いや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 。あ！募集してるみたいですね。まあやめましょう。解散です。まあ一人でやってみましょう。まずは。はい、スタートというわけで。コウノトリ。いや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 、コウ。ですね、これですね。こういうふうに、ハーとかバーにすることができます。え？あ、紅白が、ああ、間違えた。あ、でも後輩でいける。串。結構いこういう風に意外とつながるんですよね。
ツポーズ。タコ殴りですね、これ。さあ、次です。これで、ボスかな？だから適当に並んでいけても、戦えるんですよね。ああ、しまった。ショコでいけたな。ユキオか。なるほど。むしろですね、これ適当に並べてどんな単語が出てくるかを勉強するゲームですね。これはそういう使い方の方がいいかも。もっと相手は回復させてくるんだ。例えばこういうふうに間違えた。資金で。そんなんあるんだ。そっちの金星か。はい、大楽勝ですね。勝ちました。こういうふうにして、言葉を、あなたに取った言葉っていうのを、が表示されます。こういうふうにして、単語の勉強になるっていう、わけですね。段位っていうのがあるみたいです。まあ、これで一面クリア。今回は、どんどんステージを進めていきましょう。編成。ショタで出るんだろうかな。で、タッグ。出るんだ。出るんですね、これ。倒しましたね。さあ、これは？反戦って多分2つ意味が出てくるからな。お、湖畔もいける。カッコってあるんだろうか？それはないか。そっちはないのか。おっと、なかなか強い。あ、ダメージを食らいました。相手回復していきます。結構強力ですね。愉快。で、文字数が長い、単語を使った方が、ダメージも大きいです。おっと？開始で繋がりますね。
意識、気運がつながるから、意識、10コンボ来た。通しました。勝利です。こんな感じで、どんどんと強くしていくってことですね。早くもレベルマックスになった言霊マンがたくさんいますね。宿題がありますね。なんだろう。あ、宿題ってあれか。全部ゲットできないのかな。これ一個ずつ取らないといけないのがね。で、3位プレゼントもゲットですね。おっと、レア度4の。聞きますよ。私のような恐ろしいものでよければ。いいですね。結構貴重なレア度の相手を手に入れました。育成したいな。ああ、なるほど。こういう風にして、育成できるのか。さっき出たレア4の、キャラはどこにいるんだろう。おお、こんな感じですね。育成してみましょう。強化。やりました。これ、まだ素材不足なんで、進化できないですね。でも、編成をしてみたいが、これ、どうやってこれ加えることできんだろう。なるほど。こんな感じですね。
これで、この90の、リーダーにできました。では、続きを言ってみましょう。おっと、ボスですね。ボス出てきましたよ。なんか言ってますね。焼きそばはまだ出てこないから、陶器浮世、今日破壊、回も8コンボですね。さすがボス強いです。あまりダメージ食らってません。強いです。ダメージも大きいや。しかも回復するし。何こいつ。おし、主者ですね。主者選択。シャイ、いいシーンとは言わないな。一旦、も引っかかるか。6コンボか。おっと、さすがレベル90の。ですね。これはもう勝ったも同然でしょう。昆虫が来た。昆虫、中油。4コンボ字しかならなかったが、まあ倒しました。勝ちましたね。おっと、また何か来たよ。熱かな。一人回復、なるほど、どんどんクリアしていくことで回復をするんだ。おっと、何が起こるんだ。なんかイベントあるみたいですね。だとそうです。おっと、何か来るよ。同じ言葉を複数手に入れると自動で合成され、複数服が増えますというわけで、なんか良いみたいです。で、言霊を手に入れて、進化案内育成しましょうというわけですね。
これは育成する価値があるわ。宿題があるみたいです。おっと、言霊を10台マックスにさせると、ですね、なんかちょっと見失っちゃうような、さあさあ、なんか解放されている。さあ、イベントですが、なんかあんまり強い感じはしないですね。弱気のよう。これ結構難しいな。コンボでしかない。すごい。まあ、倒しましたね。適当です。適当にやってます。さて、ボスですよ。これは、ちゃんと考えて倒さないといけません。と言ってますね。おっと、小豚の狐って言いたいとこなんですが、そうはならないのか。4コンボにしかならなかった。キツ、なんかすごいか。あ、これでも倒しましたね。あんまりコンボ成立してないんですが。一応勝利です。の大陸っていうのもあるみたいですね。おっと、なんだ、もうクリアしてるじゃん。さあ、しかしなんかが、みんなで調整しないといけないのか。参加ですね。タップ、初めて参加してみましょう。ちょっとね、この読み込みに時間がかかるっていうのはいただけないとこではありますよね。で、またサイタイ行く。やっぱり参加できないんだ。このサーバー読み込み相当時間かかってますね。
今まあ Wi-Fi の環境でフレッツ光でつながってるんですけどね。これもし外で携帯の LTE とかの回線だったらもっとかかりますよ。来ないのか。そう、バツ押してもこれ反応しないんですよね。これをまた困ったものだ。一人で遊ぶ限りは結構いいんですけど、こういうみんなで遊ぶときに待って動けないっていうのはかなりこのゲーム問題だと思います。まだかな。何か出してくれたらいいんですけどね、状況っていうのを。ただこのぐるぐる回らされてっていうんじゃ不安感しか与えられないですよ。どこもわからない。バグってんのかな。おいおいおい、本当にひどいなこれ。ぐるぐる回ってばかりです。電池もどんどん減っていきますからね、これをやってる間に。逃れる方法ないのかな。だから長押ししたらこれを抜けられるとか。何これ、これは動くんですけどね。すごい不快な仕様です、これは。さっきまで旦那、つながってすごくいい感じだったのが、これで一気になんか評価がガタ落ちした感じだよな。結局戻しました。なんかいろいろ進化すると掴むみたいですね。おっと、今回はすぐに行ったぞ。あ、始まりそうですね。何だったんだ前回。さあ、この初めてやりますが、マルチプレイ中は最適化されたパフォーマンス設定になりますって出てますね。
ひとまずよろしくという声を出してみましょう。さあ、考え中ですが、どうも、一文字だけみたいですね。しきり。休館なんてあるんだ。休コンボ行きました。一発ですね。さあ、しかし、さあ、強い敵がいるみたいです。さあ、こういうふうにサポートすることも大事ですね。なんか新米来た。長コンボですね。これは勝ちってことですね。お、なんか回復したのかな。モヤの力で君を進化させるも、進化系の、ゲットしたのか。まあ、重いのは確かですよね。2番手です。うわ、これは難しい。よっしゃ。死ってなんだ。強い強い。新品でいけたの、うん、本公募か。強いさあ、ボスですね。こっからが本番です。とにかく並んでいるのがすごく単語作りにくいんですよね。さあ、しりとりとうまくつなぎていきたいところだが、とりとり、
倒しましたね。行けました。なるほど。10年の召喚ができるんですね。やってみましょう。ああ、話なら他当たってくれる？じゃ、そういうことで。懐かしい感じ。お。もっとさらに召喚ができる。まあ先使っちゃいましょう。強そうですね。お。強そうですね。私なんかには何もできないけど、誰かの応援くらいはできる。俺ってこんなだし、そりゃ嫌われたっていいんで。うわ、自虐ですね。おっと、これはなんかすごそう。おっと、星読んだ。星さん。お。さあさあ、コクッチョ。大丈夫。私がついてるよ。もうさあ、プレゼントですね。おっと、しかしあんまりその見込みのないものを進化させてもしゃあないですからね。
まあ、こんな感じで宿題をさらに進化させてゲットするというわけで、はい、まあこんな感じ。おっと、なんか新日本プロレスとコトダワンが会うみたいですね。まあなんか強そうだな。やっぱりスゴ技レインメーカーなんだよな。いや、なんか言いたそうだけどやめとこう。まあいいや。いうわけで、こんな感じでですね、単語を使って遊ぶゲームがことだまんです。まだまだ発展していきそうな展開だと思います。というわけで、このことだまんを遊んでみました。はい、いつも通りグッドボタン、チャンネル登録、まだの方よろしくお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリストを流れます。よろしければそちらもアクセスしていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。